ぜひね、私の先ほどさきちゃんに紹介していただきましたけれども、6月の21日に、南堀江ネイブでワンマンライブが決定しております。ありがとうございます。その時にはね、ぜひ今のラララのところをみんなで、ね、合唱し合いながら、合唱し合うっておかしいですね合唱しながらですね、笑顔で最高の時間を過ごせたらなと思ってます。この日はアコースティックバンドスタイルでお届けをしますので、ぜひ、見て会う方は遊びに来てください。そしてアフターパーティーとして6月25日にもナンバミュージックバー空でワンマンライブがあります。ぜひね、興味持っていただいた方は今日チケットを持ってきておりますので、手にしていただけると嬉しいです。それでは最後の曲をお届けしていきたいと思います。梶由紀子でした。